出口案内標識立東インターチェンジは、滋賀県立東市小野にある、名神高速道路のインターチェンジである。森山市、安市などの最寄りインターチェンジであり、国道1号と国道8号の分岐点に近接してインターチェンジは、設置されている。インターチェンジの料金所から国道1号、国道8号までは 1km ほど離れているが、 料金所からそのまま自動車専用道路で各国道まで結ばれている。各国道との合流部を立東第二インターチェンジと呼ぶこともある。また、便宜的に国道1号と国道8号の分岐点を含めて立東インターチェンジと呼ぶこともある。新名神高速道路部分開通後は、東インターから豊田 JCT 等の東京方面へは、 新名神経由の方が距離は短い。立東インターチェンジの位置は丘陵部に位置し、本線との接続部はトランペット型である。なお、計画当初はループ部を西宮側に設ける予定だったが、地形を活用するためループを小牧東京側に設けるよう変更された。ループ内には古墳がある。ループ内に小山や、 自然林を残すことで独特な景観を創出している。名神高速道路の本線から料金所を経て1、キロメートル先に、クローバー型で、国道1号、国道8号と接続する。このように本線とのインターチェンジに加え、ランプウェイと国道との接続でもう一つ、インターチェンジを持つ形状のため、第二インターチェンジと呼ばれるようになる。はじめの計画では、 国道1号まで平面道路を使い、国道との交差点も平面交差とする予定であったが、ドルシュは立体交差による接続を提案し、さらに当初計画の接続位置では、国鉄草津線により立体交差が難しいとして、現在の接続位置に決められた。1961年に、この変更計画が発表となり、追加で1万8000坪の用地取得が行われた。 バスストップも併設しているが、西日本旅客鉄道による鉄道路線の輸送改善で利用者が減少したため、2002年の名神ハイウェイバス急行便廃止により停車するバス路線はなくなった。西日本高速道路関西支社市が高速道路事務所と滋賀県警察高速道路交通警察隊の本隊が併設されている。これまで 滋賀県警の高速道路交通警察隊の本隊は、彦根インターチェンジンに併設されていたが、2008年2月23日に、新名神高速道路の亀山ジャンクション草津田神 IC が開通することにより点となった。これにより、移転前の立東文中隊の施設を増築している。草津田神インターの開通や新名神の開通によりさらに、 立東コナミインターの開業などで、立東インターの通行台数は減少したが、通行台数は、滋賀県内のインターチェンジでは、最多となっている。インターからは、国道1号、国道8号などの幹線道路と連絡しており、立東インターの利用範囲は、かなり広い。立東インター周辺には、物流会社や倉庫、工場などが多く立地しており、日中は、 通行車両が絶えず、また夜間も通行台数は多い。開通当初はブース数が入り口に出口5であった。1988年から12ブースとなり、当時は入り口4、出口8であった。開通当初は立東インターチェンジの周辺に主な都市はない状態であり、国道1号や国道8号の沿線地域のサービスに施行していた。 当時の滋賀県下は、名神高速道路の建設に反対する同盟が、盛んに結成されていた一方で、インターチェンジの設置が早くから決定し、地域の発展への期待もあったことから組織的な反対運動は生じなかった。当時の町長が、積極的に協力したおかげで1958年4月から、測量を始めることができた。 インターチェンジの開通後は交通の要所として、滋賀県内でも最も目覚ましく発展した。地理的には、名神高速道路が、立東市内を通過する、中間地点に、インターチェンジが設けられている。インターチェンジの設置を機会に、インターチェンジをデザインに、下マッチを作るなどして、工場の誘致を取り組んだ。立東インターチェンジの設置によって、企業や、 立冬トレーニングセンターが進出し、その関係者が転入したことによって、立冬町の人口は急速に増加している。また、産業面では工業化が進展した一方で、農業の衰退が見られている。立冬インターチェンジが所在する立冬市では、狂本郡立冬町の時代に、立冬インターチェンジをイメージした長所を制定しており、これが、 姿勢思考後にも引き継がれている。ありがとうございます。